私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている平凡な兼業主婦だよ。最近私の友人が結婚したんだけど、旦那さんの妹にあたる人がマジでモンスターだったんだよね。もともと私も知っている人なんだけどさ、兄の結婚をきっかけにどんどんヤバい人になっていってるんだよ。水木さんがルリ子の友人だったなんて信じられない。あの女のせいでお兄ちゃんは苦しんでる。早くあの女をどっかにやって。千夏さん、いい加減にしなよ。はあ、何が？私はお兄ちゃんを救いたいのに。お兄さんはルリ子さんのことが好きで結婚したんでしょうが、千夏さんがブラコンなのは知ってるけど、いい加減にしなって。お兄さんだって困ってたじゃん。それはあの女に洗脳されてるだけ。お兄ちゃんにあの女は合わないでしょ。どこが？え？だからルリ子のどこがお兄さんには合わないの？だって女のくせに正社員で働くなんて生意気だし、あいつ30代でしょ。もう年寄りじゃないの。普通嫁にもらうなら20代前半が限度だよね。30代の女がうちの跡取りを埋めるなんて思わないんだけど。うわ、千夏さん、あんた今令和の時代だって知らないの？今時働いていないで家事手伝いのまま結婚する方が珍しいよ。しかも30代で正社員なんて当たり前でしょ。でも30代で結婚するなんて、子供はどうするのよ。30代でウイザンの人なんかいくらでもいるし。あとちょっといい？何よ。千夏さんのお兄さんはもう40代だよね。そう考えたら30代のルリ子と結婚するのは何もおかしくないでしょう。でも、あとは千夏さん自身が30代後半でルリ子より年上でしょ。こういう言い方したくないけどさ、あんた人のこと言えんの？キー、私はいいの、私は関係ないの。そんなこと言ってもね、いい加減ガタガタ騒ぐのはやめなよ。千夏さんが騒げば騒ぐほどお兄さんも困るんだよ。お兄ちゃんだって困ればいい。そうすればあのルリ子が悪いってことになるんだから。いや、なるわけねえだろ。瑞希とルリ子の LINE。 瑞希に迷惑かけちゃって本当にごめん。いやいや、ルリ子が悪いわけじゃないでしょ。それにしても千夏さんすごいね。瑞希、昔パート先が一緒だったんだっけ？そうそう、その頃からいつもお兄ちゃんがって言ってたけどさ、ここまでとはね。夫が言うには結婚の話が出たことが何度かあったらしいの。でもその度に千夏さんが邪魔してきて、それが原因で破談になってたらしいのよね。あらら。だから覚悟してるつもり。千夏さんが妹でも彼のことが好きだから頑張るよ。お、いいねいいね。私も何かできることがあったら協力するから。うん、ありがとう瑞希。あのめんどくさいブラコン義妹の千夏さんに対してもルリ子は一歩も引かない姿勢だったよ。義両親も協力的で、自分たちの子育てが悪かったと平謝り、旦那さんもひたすら謝罪してくれているらしく、千夏さんとしてはそれが余計に面白くないんだろうね。ルリ子に対する嫌がらせはどんどんと激化していったんだ。そしてついには、許せない許せない許せない、絶対に許せない。あんたふざけんじゃないよ。お兄ちゃんの給料で贅沢するなんて最低、最悪、離婚しろ。千夏さん、また言ってるの？もういい加減にしてください。私がいつ贅沢したって言うんですか？私知ってるんだから。この皿ブランド物でしょ。嫁のくせに生意気、全部割ってやるわよ。はあ、何言ってるんですか？しらばっくれるな。窓を割って家に入ってやったのよ。贅沢三昧の家にね。お兄ちゃんの給料で贅沢をするなんて恥を知れ、嫁の分際で。今私たち家にいるけど。え？やだやだやだ、窓を割ったってどういうことなんですか？え、さっきの音？なんか大きな音したけど。やだ、泥棒、犯罪者。な、何言ってるのよ。お兄ちゃんの家は私の家。そんなわけないでしょ。てか何度も言うけど、そのお兄ちゃんは千夏さんが嫌いなんですよ。毎度毎度迷惑ばかりかけられて。うるさい、お前どこに隠れてるんだ。普通に夫くんとリビングにいますけど。はあ、え、ここどこだって。部屋番号107でしょ。いえ、うちは107じゃないですけど。まさか107に勝手に侵入したんですか？違う、これは嫁のあんたが悪いの。私も悪くない。お前が悪いんだ。
あ、今またガチャンって音しましたけど、この皿はじゃあ他の人のものなの？警察！いや、あんたが悪い！え？やだ、家の人間が帰ってきたかも！ただ助けて！千夏さんは兄夫婦の家だと思ってアパートの107号室に侵入。でも兄夫婦が住んでいるのは108だったんだよね。しかし窓を割って入るとは狂ってるな。結局玄関から家の人が帰ってきて窓から逃走しようとしたみたい。でも外には兄夫婦が待ち構えていて確保されたんだよ。千夏さんは暴れたものの、侵入した家の奥様が警察だったみたいで即逮捕になったんだよ。ルリコ大丈夫？怪我したりしてない？うん、私は大丈夫なんだけど、夫の方がもう目に光がないの。そりゃ妹さんがこんな迷惑かけまくってちゃね。お隣さんは大丈夫だったの？夫婦揃って土下座して謝罪したよ。でも逆に励まされちゃった。あなたたち夫婦が悪いわけじゃない、むしろ大変ですねって。そっか、お隣に警察の人がいるってありがたいね。本当に。千夏さんは逮捕されたんでしょ？うん、勝手に家に入るし、家のものをたくさん壊してるし、私たちに石を投げてきたり、もうめちゃくちゃだったからね。もう本当に最悪。あんな人でも彼氏がいるんだから早く嫁に行ってほしい。え、ちょっと待って、千夏さん彼氏がいるの？そうだよ、夫の見た目によく似ている人。うわ、筋金入りだね。本当にね。こうして千夏さんは逮捕され、一時的に平和になったんだけど、その後また兄夫婦の家にやってきたんだ。市販の白いワンピースに、手作りなのかな、なんかちぐはぐのレースの被り物をかぶってさ、お兄ちゃんこの女と離婚して私と結婚してって騒いだ結果、警察に通報されたんだって。今度は逮捕はされなかったんだけど、もうルリコ夫婦は物理的に距離を取ることにしたんだ。そして離れることを決めたのはこの二人だけではなく、ちょっと水木さん、あんたなら何か知ってるでしょ。いきなり何？まあ大体予想はつくけどね。お兄ちゃんたちがあの家にいないの？行ったら違う人たちが住んでて、その人も警察だって。へえ、引っ越したんじゃない？お兄ちゃんが私に何も言わずに引っ越すわけない。いや、千夏さんに言うわけないでしょ、何度も怒られてたでしょうが。でもお兄ちゃんは、それに実家に行ったら誰もいないの、おかしいでしょ。こんなのおかしいでしょ。おかしいのはあんただよ。私のどこがおかしいの？あのさ、千夏さんとお兄さんって血のつながった兄と妹でしょ。なのにいつまでお兄さんに執着するわけ？あんたには私の気持ちなんてわからないわよ。そりゃわからないね。だって千夏さんってお兄さんのこと好きじゃないっしょ。は？何言ってるの？だってお兄さんはずっと嫌がってたじゃん。嫌がっている人間に、あんたずっと嫌がらせしてんだよ。好きな人にここまでの嫌がらせってありえないでしょ。お兄ちゃんは私のことが好きで。はあ、でも余計なことしちゃったよね。どういうこと？だってさ、普通にしてればお兄さんと仲良くできたかもしれないのに、しつこくしたせいであんた今めっちゃ嫌われてるじゃん。お兄さん言ってたよ、もう金輪際、二度と会いたくない、顔も見たくないってさ。だって私はお兄ちゃんが好きだから、お兄ちゃんも私が好きで。何そのへりくつ。あんたが好きになる人は全員あんたのこと好きになるの？そもそも嫌いだって言われてんだよ、わかれよ。でもあのルリコが洗脳して。子供の頃から？え？子供の頃からしつこい、嫌いって何度も言ってた。お兄さんそう言ってたけど。でもあんたのはただの執着だよ、愛情なんかじゃない。好きな人に迷惑かけて楽しい？だって子供の頃からみんな可愛いって言ってくれた。なのにお兄ちゃんだけは言ってくれない。これって私のことが好きだから素直になれないんだよね。ああ、そういうこと。それでこじらせてんだ。やっぱり本当に好きなわけじゃないんだね。私こじらせてなんかない。ちなみに言っておくけど、私も可愛い可愛いって言われて育ったよ。はあ？水木さんそんなキャラじゃないでしょ。もちろん今の私はそうじゃないんだけど、大人から見たら子供は可愛いもんだよ。ちなみに千夏さんを可愛いって言ってたのは誰？両親とか祖父母とか、あといとこたちだって可愛いって。
そのいとこは年が離れてるんじゃないの？確かに10歳以上は上だけど、子供に対する可愛いを40近い人間がずっと言ってるの？もういい加減にしなよ、千夏さん自身のためにも。あ、私自身？そうだよ。お兄さんに執着した結果逮捕されて、家族に逃げられて、今度は彼氏にも逃げられてるんじゃないの？彼氏昨日から連絡取れないの。私は別れたくないって言ってるのに。逆に考えてみなよ、彼氏さん。元彼氏さんがシスコンで、君の顔や雰囲気が姉に似てるから付き合ってるなんて言われたら、あんたどんな気持ちになるのさ。いや、それは嫌だけど、結局自己中なんだよね。ま、でもいいんじゃない？え？最終的に周りから人がいなくなる、ただそれだけのことなんだから。いや、それは嫌なのよ。その後、ルリ子と旦那さんは、ちょうど旦那さんに海外赴任の話が出ていたんだよね。で、二人で海外へ行ったよ。その後義両親も実家を売って一時的に隠れたんだ。物理的に距離を取った方がいいってことでね。千夏さんは元彼氏に執着するようになったんだけど、彼は上手だったな。千夏さんの全てを無視したんだよ。連絡も、家や会社に来ても全て無視。さすがにそろそろ警察を、となったところで千夏さん心が折れたんだ。今は働きながら一人暮らしをしているんだけど、毎日泣いているのか、目がパンパンなところをよく見るよ。ご両親もお兄さんも普通なんだけどね。変にこじらせて執着しちゃったんだろうな。まあ、もう大人だし、あとは自分で何とかするしかないね。さて、今日は妹カップルが遊びに来てるからおもてなしをするよ。二人は今、にゃにゃ丸と遊び中。ちなみに、妹の彼氏くんにも妹さんがいるんだけど、うちの妹は学生時代俺のことをアリンジャと呼んでいました。って言ってて笑っちゃった。いや、楽しい兄弟だな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。